受けてるからこそ今回やっぱ分かったこと感じたことっていうところもそうだし、英語難しくなかったっすか？これは難しかったよ。学びをエンタメに。どうもパサラボの先生です。さあ今回はなんと東進全国統一高校生テスト受験した方お疲れ様でした。なんとですね、僕も見てください、じゃじゃん、全科目解きました。ここまでパスラボはやります。とそれは先に言わせてください。全国統一高校生テストとか共通テストの模試って普通の指導者先生で受けないんですよ。まあ当たり前ですよね。基本的にはだって数学専門とか国語専門、科目専門の方が多いから。けれどもパスラボって4年連続ね共通テスト会場受験しますって言ってるけど、ただ会場受験するだけじゃなくて、もちろん模試っていうのは基本的に受けてます。受けてるからこそ今回やっぱ分かったこと感じたことっていうところもそうだし、あとは特に高校3年生はあと2ヶ月間ね、教材本番にどういう風に進めていくのか、もちろん高校2年生1年生新課程がねもありましたから、そのあたりに関してもねお話したいなと思います。そして高校1年生2年生向けの教材戦略スケジュールは次回出します。なのでしっかりチャンネル登録をして今のうちから教材に合わせるってことをしといてください。全国統一高校生テスト、皆さんどうでしたか？難易度がね、高かったとか、この科目間に合わなかったとかね、そもそも英語のリスニングでどえらい発音の人いたとか、まあいろいろありましたけれども、ちょっと今日これ書いてほしいのが、コメントに全国統一高校生テスト受けましたかと、その自己採点書いてください。恥ずかしいかもしれないけど一回書いてみて。なんといっても次の目標は何？僕たちパスラボは12月23日の土曜日に Z 会かけるパスラボで Z 会のパックを利用して YouTube 模試をやるよね。共通した模試をやります。無料で。ここで僕も皆さんの結果を見てアドバイスしますから、しっかり1ヶ月ちょい後のここに合わせましょう。じゃあその上で12月23の協定模試で何点取るか、その目標の点数を書いてください。そしてもし可能であれば、このあたりで出してほしい動画のリクエスト、僕が今ね取ろうと思ってるんで、絶対データの分析と確率統計周りの全パターン解説協定版をね出します。だからそういったもので他にこういうの出してほしいってあればどしどしねお寄せください。コメント正直渋ってる人書いた方がいいことを言いますよ。パスラボって正直一番民度が高い教育系 YouTuber チャンネルなんですよ。民度が高いどういうことかっていうと、別にアンチが全くいないってわけじゃなくて、みんな志が高いんですよね。現役合格したい、地方の高校だけれどもこの難関で合格したい、いろんな思いを持って真剣に見てくれてる人が多いんですよ。じゃあその人って何でわかるかっていうと、コメントでわかります。コメントに僕が一人一人いいねつけますけれども、コメントしますよね。じゃあもしモチベーション下がったとかなった時に、ぜひコメント欄見返してみてください。もう一回この動画戻ってみてください。そしたらどうなる？他のいろんなライバルとかがみんなさ真剣に向き合ってるわけでしょ。自分の学校は40人ぐらいしかいないけれども、オンラインこのコミュニティでコメント自体がコミュニティになってて、その上でみんな真剣に目指すわけよ。もっと言うと高1高2もいるかもしれない。そうなった時にこのパスラボのコメント欄でモチベーション上がりましたとか、そういうのは僕すごく大事だと思う。僕自身もね協定模試とかパックいろいろ解きますけれども、どんどん還元していきます。なので特に協定周りの動画今後出していきますので、ぜひチャンネル登録をしてできればね毎回コメント残すようにしてください。でそしてコメント残して志望校言語学した後に、もし皆さんが教育に熱意があるのであれば、ぜひパスラボに入ってほしいなと思います。今大学生メンバー20人ぐらいねいるんですけれども、もっと去年とかもね協定ライブとか参加してね受かりましたって子も一緒にいますから、改めてちょっと最初コメントの話を言いましたけれども、もうこっからはね僕も協定に向けて本気出しますので、ぜひ皆さんこの60日間ついてきてください。そしてごめんなさい、最後に、学年別ラインっていうのも作ってます。あの概要欄からね登録できるんですけれども、今後協定に向けて高3生に向ける発信と高2高1分ける必要があるので、ぜひね学年別ラインもしかしたら何かね LINE 限定の特典っていうのも今後企画もできればなと思っています。はい、ということで前置きが長くなりましたが、それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。まず各科目の総評でございます。さあ、僕はですね、倫理政治経済を3年前の協定第1回で初めてゼロから勉強して、1年目で97点取りました。ただ倫理なんてもうずっとやってないわけですよ。やってない状態で何点ぐらい取れたかっていうと、84ぐらい取れました。暗記もそうかもしれんけど、暗記っていうか理解してると、意外と取れるなっていうのは感じました。ただ社会とか理科は、ちょっと今回、ね、いろんな方がいますので省略します。はい、まず各科目の総評として国語。びっくりした。小説めっちゃむずくて、得点一桁でしたっていう人結構何人か見ましたけれども、評論はね、確かこれ正直読みやすいです。待つと耐えるの方でね、これすごく読みやすい。だから評論はぶっちゃけ50点満点なら43とかね2とか、取ってほしいレベル。ただ漢字のね意味のやつとか、あの辺苦手だよって人はあれ練習した方がいいと思います。古漢なんですけど、次漢文、正直分かりやすかったです。文脈がいさめる仕方で、5パターンありますよ。けれども、結局ね例え話とかを使ってやった方がいいと、直接ストレートに言うんじゃなくて、いさめ方っていうのはこう相手に気づかせるというかねが大事ですよ。これもまずやりやすかったと思うんですが、一部それこそ漢字とかね、あのあたりの問題が、ちょっとできなかったって人もいるかもしれない。けれどもそれ配点低いから、これも大体9割とか8割ぐらい、ね、取れたよって人もいるんじゃないでしょうか。
なので国語の総評としたら、評論と漢文でまず8割しっかり取れてますかっていうのが結構基準です、今回の国語は。古文、これはね確かにむずいっていう人も気持ちはわかります。例えば最初のね第1問、やおらとかゆかしくてとか出てましたけれども、あの辺はぶっちゃけ古文単語もゴロゴでもいいからやってたら一瞬で取れます。ちょっとこれは正答率低いなって問題もあったんですけれども、過去1年の意味をね書かせる問題とかしっかりやれるようにしてください。これで言うと古文単語ね、ぶっちゃけあんまやってないよっていう人、おすすめなのはこっから60日間はぶっちゃけこれです。ゴロゴロね、古文単語560もあるんですけど、これおすすめで、実はパスラボ、パスラボ古文単語聞き流しって調べると3本か4本ぐらい出てるんですよ。何かっていうと、ここを全部僕がこうゴロとかね言ったりしてる動画です。あれを通学ね時間とかに聞いて、めちゃめちゃねやおらとかもそうですし、2020年出ましたけれども、そういったゴロとかがすぐに分かるというものなので、ぜひ古文全然やってないよって人は古文単語ゴロゴロとこの聞き流しねセットで聞いてみてください。で、古文は確かに50点満点でもしかしたら30点ぐらいでもいいかもしれない。で、小説はっていうと、小説はね、僕思ったのは、一回ザーッと読んだように問題解かないと無理だね。よくその傍線部の周りをとか言う人いるけど、やっぱ小説は正直一回読んだ方がいいと思う。通読した方がいいと思う。なんでかっていうと、やっぱり特にね、最初の方の問題で、問題引かれてんのにその回答根拠が一番最後とかあったじゃん、今回。これって全然起きうるんですよ、共通テスト。まあ、小説はちょっと時間かかると思います。20分どころか、もしかして20ね、2分、3分かかるかもしれないけれども、着地35とかイメージかなと思います。40、35、30、40ぐらい取れてたらまず一つ。で、一番伸びやすいのはぶっちゃけ漢文です。漢文は本当にやりやすいから、次評論、小説古文の順番かな。で、特に高校1年生、2年生向けに言うと、新問題出たよね、第3問。これ20点分あるんですよ。10分ぐらい増えたよね。思うこととしては、これ多分、めっちゃ簡単になりますよ。新傾向の問題ほど、1年目は絶対解きやすい。10分増えて20点分ですけれども、あれ多分10分以内で解けると思うんですよ。しかも満点狙いやすい。今の高2高1はちょっと国語分量増えてとか言う人いるけど、やりやすいよ。生成 AI のね問題とか僕見ましたけど、面白いなと思っていう形でした。なので国語に関しては高3高1にもこんな感じでお願いします。英語、はい、英語どうでした？英語難しくなかったっすか？これは難しかったよ。もうなんすかみたいな感じでした。何が難しかったかって、多分僕 このあたりだと思います。難しいというか時間がかかったのが、簡単だったのはこの辺 3A3B。 僕意外に時間がかかったのは 2A です。 2A はね、なんかめっちゃ米印でね書かれたりとか、ちょっといろいろ引っ掛けありましたから、これ多分 2A に僕8、9分ぐらいかけたと思うんですけれども、まあ全体通してね 2A とか4とか、あと6A、6B もどうでしたか？めっちゃむずいってわけではなかったんですけど、分量は本当に多かった。なのでこれは時間足りないなって人も続出したんじゃないでしょうか。こうなった時に後からね言うんですけれども、英語のリーディング僕はこういうふうに分けてて、1から3っていうのはだいたい30分とか35分ぐらいで解くものね。後半は40分から45分ぐらいでまあ合わせ解くものなんですが、この辺の間違い方って英語力じゃない可能性あるんですよ。例えば今回なんとかイーブニング出てたのに、イーブニングを見ずにモーニングと思った、間違えた、なんかノットって書いてるのにノットじゃないと思ったとか、いろいろあると思うんですよ。ここに後で書きますけれども、それ英語力とは全く関係ない部分ね。本当にこう情報を見落としてましたとか、全然見つけられませんでした米印がとかは英語力じゃないです。情報取捨選択能力というか、そういうもので何点落としてるかって考えてみてください。それでもし10点落としてるんだったら10点も伸びしろです。ただこれは英語を勉強したらじゃなくて、普段の演習から意識しなきゃいけない、自分なりのミスパターンだから。もっと言うと、出題者の気持ちになった時に正答率下げなきゃと思ったらそういうことしますからね。だからこそ必ず解く時にどうやるか。でこれおすすめなのは、パスラボとして共通者の英語のね、特にこの辺の長文を手元解説した動画があります。多分100万再生超えてるものとかねあるんですけど、今年も出します。今年も出すので、パスラボの教典の、まあ、英語リーディングのね速読法みたいなものはぜひ読んでみてください。どういう風に解いてるのか、この考え方がぶっちゃけ二次試験とかに行きますからね。英語リスニング、これもまたむずい。リスニングね、通信今はむずいんですよ、例年ね。僕も共通テスト第1回目の時から通信見てますけれども、何が難しいかって2つあると思ってて、1つがやっぱり読むスピードが速いです。本誌よりも多分 1.2 倍ぐらいされてるようなイメージ。逆に言うと、通信で英語リスニング取れてる人は本誌めっちゃ簡単に聞こえますよ。だからこそ何が言いたいかっていうと、普段のセンターのねとか教典の模試過去問を見た時にぜひ 1.2 倍ぐらいで聞いてみてください。これが多分通信慣れだと思います。で、もう1個難しいのは、特に第3問とかすごい感じたんですけど、1回読みじゃないですか。読まれてクエスチョン12なんとかなんとかいろいろ書いてる中で、次ねクエスチョン13みたいなやってくるわけです。間がない。だからこれってパッと見てパッとすぐ分かることもそうだし、先読みとかを先んじてしておかないと、自分のルール決めておかないと間違える部分かなと思います。3、この辺結構難しかったんじゃないですかね。あと意外とこのあたりもむずい。 4A4B もちょっと難しいっていう人いたと思います。あと 6B なんか 4B にやたらと発音の大変な子いませんでした、カタカナ英語みたいな。で一方で 6B のユナさんはめちゃめちゃ発音綺麗でしたね。びっくりしました。まあそういったことは置いといても、英語リスニング通して7割ぐらい
取ってれば本番8よりいけますね。ぜひ当審の回答回数もね事前に聞けますから、あの暗証番号ね入れたらぜひこれをね、あの復習どころか普段から聞くようにしてみてください。で次、水地絵。水地絵は、あの、僕、進化点の方もね、見たんですけれども、まず進化点の方、高2高1向けに言うと、データの分析めっちゃ増えてたよね。仮説検定出てたよね。大丈夫、パスラボ12月末ぐらいに、あの、この辺にデータの分析とか確率統計のまとめやるから。だから、それ見たら、もう、今日ってね、進化点になった人に解けるよ。今のうちからデータの分析やっとけば、データの分析ちゃんと時間かければ満点取れるから。しっかりまず練習しといてください。高1高2向けに言うと、図形と確率になったよね。だから、皆さん申し訳ないんですけれども、精査も選ばないでください、高2高1は。もう図形と確率をずっと選びましょう。まあ、それを言いたかった。そして高校3年生向け、どうでした数値 A。 今回は当審の割にめっちゃむずいって感じではなかったと正直思います。めっちゃむずい時の当審は僕も肌感わかるんですけど、今回はちょっとむずいぐらいでした。何が言いたいかっていうと、当審にもし数値 A70 点でしたっていうんだったら、大体当審が70点なら本場80点85ぐらい取れるんですよ。だから大体10点ぐらい上がるなって感じなんですが、今回の数値 A は本場に出てもおかしくないなっていうぐらいのレベルだった気がします。ちょっとプレッシャーかけてるかもしれませんが、これもね後で言いますけれども、どこでねミスったのか、あと伸びしろで、協定の数学は絶対にどんな人でも8割ぐらいまでは対策すれば取れます。まあ、そういったこともね今後発信していきます。ぜひよければ、数字頑張っていきましょう。S2B、はい、7問で書いてますけど、これ、進化点の方はね、7問の中から、6問選ぶわけよね。大変でしたよね。理系はぶっちゃけ複素数平面とかね、二次曲線選ぶと思います。統計を捨てて。ただ、文系の人は数式やらないと思うから、数列ベクトル統計選ぶと思います。その辺はね、ぜひ復習しておいてください。一方で、ここ、3年生向けに言うと、S2B はどうでしたか？ベクトルのね、あの、奇跡の問題とか、すごい面白い。あれはめちゃめちゃ面白い。あの辺でちょっと後で言うんだけれども、ステップさんの裏技別使えることが使えますからね。あの、絶対これは違うなってか、一瞬である点気づいてこれって分かったり、あ、それ選び方もあったりするので、まあ、ある意味裏技別解法を仕入れるっていうのは大事なんだけれども、今回の数 2B も 7,80 点ぐらいまで目指せるレベルだったかなと思います。特に数 2B はちょっと最後の方の問題はね、数列ベクトル削除してもいいんだけれども、時間配分とかその辺は普段から意識するようにお願いします。でこの数学ら辺に関しては、あの過去のね動画で 60% 目指す人向けとか 80% 目指す人向けみたいな話、青色のサムネで、ね、やってますから、ぜひその辺をまず見るようにしてください。物理科学。物理で、小問集合。あれ、めっちゃミスった人は、要練習だと思いますよ。めっちゃいい問題だった、物理科学は。本当にもう、これ、びっくりするぐらいいい問題。いや、これ今回受けた人は、ずっと持っといた方がいいよ、この問題。今回のセットは。めっちゃ復習しがいがあるから。特に物理は多分、単振り子の問題、めっちゃおもろいなと思いましたよ。科学だってそう。計算がね、そもそも二次試験レベルバンバン出てましたけれども、普通二次試験にも応用できるよね、形でした。なので、これは、しっかり復習してほしいんですけれども、二次試験の勉強もしながらな気がします。例えば、妖怪土石の問題出ましたって言うんだったら、それのちょっと二次試験バージョンね、重要問題集とか見て、そっちで練習した上で戻ればいいと思います。センターの過去問とかだとあの辺のレベルはね、あんま出てないと思うので、しっかり二次とかに戻って計算系は戻りしてみてください。はい、ちょっとざーっといろいろ話しましたけれども、いかがでしたでしょうか。何度も言うよ、これがパスラボやから。持ってていろんなね伝えられることめちゃめちゃあるけれども、ちなみに毎年ねこの辺17日って当審の協定レベル、本場レベルもしあるわけじゃないですか。当審の協定終わった日の夜に一緒に自己採点ライブってして、毎年ね3000人ぐらい集まってくれます、ライブで。これ絶対受けよう。当審の17日一緒に自己採してライブでこういうこと伝えられるから。パスラボってね、僕本当思うのは、学び続けない指導者って失格だと思うんですよ。ただ過去の経験だけでね、センター試験の時はこうだったから、もう今日でも同じでしょって人います。もっと言うと、ちょっとねサンプル問題だけ解いてこうこうこうって語る人いるんですけど、それ多分ダメです。あ、それってただの小手先ですから。やっぱりそれも大事だけれども、実際に受けてみて経験してみて肌感として分かったことを伝えられる。もっと言うと、それは一つの科目だけじゃなくて全体の科目を見て、そのバランスだったりね、今後の戦略って、こういうことが大事だから。だからこそ、もうこれができる人って僕ね、パスラボしかいないと思って、日本で一番、もう日本僕しかいないと思ってるぐらい、めちゃめちゃこのね3年か4年間休憩 YouTube やってみて、それはもう絶対大事にしてきたから、受験生と伴走すると。だからこそ遠慮なく頼ってください。Enjoy。 いろいろ話しましたけれども、はい、ここ良い復習ですよ。ちょっとさっき言ったことと被りますが、まず復習ねとしては英語国語系の復習です。これは一応伸びしろっていう観点で言うならば、特に英語力と国語力でない部分で何点落としてるか、これを一回把握してみて、例えば問題の読み違えとか、単純に英語の文章は分かるけどその単語が見えなかった、そのあたりと。ここに関しても単純に古文単語分からなかったらこれ知識ダメなんだけれども、本当に勘違いしてましたとか、そういったものって何点ぐらいあるのか、大体の6、7割ぐらい取ってる人は10点分ぐらいあると思いますよ、ぶっちゃけ。その10点なくすだけでも7、8割いけます。でもっと言うと、英語は特にどんな難しい問題来ても 80% は超えられます。どんなに難しい問題、時間足りない、この問題ちょっとやばいかもってあっても80点超えられるか、これを目指しましょう。ここに関しては7割ですね、その基準は。でおすすめは何してほしいかっていうと、絶対に友達と議論して
ください。一緒にこの模試を受けた友達と議論、先生とじゃない、友達と議論して、友達いませんって人は作ろう。か、もう本当にどうしても友達いませんだったら、ここ、12月17日と23日、僕と一緒に議論しよう。そういったこともできますから、ぜひね、その問題持ってきて、特に英語国語系はやった方がいいですよ。これどういう理由で選んだとかね、この辺。次、数学理科。これに関しては3つです。特に計算系。数学は日本語とかね、理科もそうですけど、条件与えられてます。それをしっかり正しく数式翻訳できてますか、これ一つ目。これ絶対に意識してください。次、数式検査にミスがない。つまり、立式して答え出す過程でミスがないか。これだけしか復習してない人いるんだけど、めっちゃ大事なこと言うよ。今回のさ、物理とか特に、あと、数学とか耳のね、思うのが、計算しなくても、ざっくりこれだって分かる問題あるんですよ。それが何かっていうと、裏技とか別解法とか、検算の部分です。絶対に、この選択肢おかしいなとか。すぐに絞れるんですよ。こういうのが数学物理とかに科学あるから。で、この辺っていうのはどっからもとまとめたいし、YouTube ではね、広く浅くになってますけれども、個別でオンラインの個別でのパスカルっていう方で、そっちのメンバーにはね、作って言っても言いますから。なんで、そこで言った内容とかは、YouTube に還元できればと思いますし、まあ、こういうライブとかでも特にこういう話を言ってます。ぜひ、このステップ3、これができる人が多分、時間内もそうだし、8割9割取れる人だと思う。1とか2だけでは、本当に7割8割ぐらい目指せるから。共通でさ、対策講座みたいな、よし、やるんだったらね、この辺の話めちゃめちゃしたいと思ってます。必ず何に戻るようっていうのは、ぜひ類題や参考書に戻るようにということでお願いします。今回のベクトルの問題から反転って言われる問題だったんですよ。なのでその反転に近い問題やってみたいっていうのはありだと思います。Enjoy。 はい、そしてラスト、更新約束です。僕たちあと60日です。今いつ見てるか分かんないけれども、60日間2ヶ月勉強する、コツコツやる、これだけやってください。まずこの2ヶ月間、今までの何ヶ月間どうでもいい、この2ヶ月間は自分の人生を変えるぐらい本気でやってみて、この2ヶ月間努力できるかどうかが今後の人生左右するから。で、もっと言うと、そんなに難しいこと言わないです。まず、60日間、僕たちと一緒に絶対やってほしいのは、まあもちろんパスラボをね、毎朝6時半に見ること、大事ですけれども、この、全部合計しても1時間か1時間半ぐらいしかかからないから。まず1、これ何かっていうと、英語のリスニングです。これ、もう毎朝とかね、毎夜いいから、リスニング聞いてください。通学時間でも聞いていい。で、聞いた上で家に帰って話せるところで15分シャドーイングしてください。ずーっと聞く、いろいろ解く、あとはシャドーイング。これも30分ぐらいいいです。はい、2番目。これが英語のリーディング。で、リーディングに関しては、80分全部解くっていらないです。やるべきは、1から3とかを30分で解くとか。逆にも4だけを何分で解くみたいな、時間制限決めて解く練習して。で、した時に何をやってほしいかって、この辺があるかどうかを確認してください。ミスの分析です。で、最後3っていうのは、はい、数学です。これは毎朝できればやってほしいんだけど、単元別に1個選んで、今日はじゃあ数列解こう。今週は数列の日にしよう。今週はベクトルの日にしよう。して、いろんな共テストね、こういったものも利用していいですか。こういったものね、Z 解散の利用してもいいですけれども、そういったもので過去の模試引っ張ってきても OK。ぜひね、いろんな単元でも12分とか時間絞ってやってみて、復習も含めて30分で終わります。なんでこの辺ね、30分ぐらいでいいので、でやってください。2ヶ月間コツコツ。これやるだけで、この辺は8より絶対安定します。ほんとこれ約束。ちゃんとやってたら8より 100% いくから。改めてね、言うと、僕たちの合わせる、次に合わせる模試はここですよ。12月23。もちろん、あとは、当心、寸大、かわい、ありますけれども、ぜひ模試受けるから、僕もね、受けようと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、改めて、ここまで見てくださった方、最初に言いましたが、コメント、載せてください。そして、ぜひ、学年別 LINE っていうのをね、登録してみてください。そして、高一校に向けのね、教室スケジュールとか、今後の教室戦略のスケジュール、どんどん出していきますので、ぜひ、チャンネル登録を今日して、コメントで宣言して、この気持ち切り替えて60日間、一緒に頑張ろう。パスラボは受験生の味方だから、これはもう言わせて、僕が皆さんを裏切るないかということで、今回以上になります。今度は読みくださってありがとうございました。それではお疲れ様でした。バイバイ。